東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの17回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーっていうのは苦手でしたね。なるほどね。まずはジャイアンツの先発今村が東京ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょう。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、はい、初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。取ってワンアウトです。この真由美、ここのところ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ストライクになります。これが3球目。外の球外れています。打ちました。高いバウンド、ショート前に来る。ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。バッターは注目のルーキー八木。昨日のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。いやー、当たってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー今村、痛烈、切りました。ファールボールです。打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターはオマリー。さてジャイアンツの先発は今村、今日が6試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点3、負けがついています。初球ストライク、体に近いところ、いい角度で落ちました。ワンボールツーストライクです。打ちました。坂本アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは注目のルーキー石峰。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。今村、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。バッターはアリアス。前回のゲームで4安打を記録しています。いや、当たってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、これはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。二塁へ送球する。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね。ここは冷静に対処したいですね。なるほど、そうですね。まあこういった打ちました。取った、二塁へ、二塁はセーフ。ショートのフィルダーチョイスになりました。ジャイアンツさらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。先ほどのプレーです。ここで痛いミスが出ました。まあもうちょっと状況を把握してもらいたいですよね。まあこういう状況でこそ冷静になる必要がありますね。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから、
甘いコースは特に禁物ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい糸原がバッターボックスです。打った、右に切れてファウル。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。バッターボックスの糸原、今シーズンの得点圏打率は6割9分3厘となっています。打ち上げた、高く上がった、ここはフライになっています。セカンドが構えます。掴んでアウト。さあ打席には先発の西が入っています。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ打ち上げました、高い打球になった、掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いて、高めのボール弾き返した打球はセンターへ、陽大が抑えてワンアウト。さあバッターは真由美、ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。西さん、いよいよあと1本ということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ200本安打を決められるか。最初は変化球できました。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸び、入った、ホームラン。先制ホームランです、タイガース。これで5試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。ここでホームラン、先制点を奪われました。バッターは4番オマリー。ジャイアンツこの回先制点を許しています。さあ初球は何か、打ちました。さあどうだ、外野大きな打球になった、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには石峰入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました、ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。今村が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで先手を取りました。1対0。バッターボックスには6番アリアス。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。痛烈な打球、打った瞬間確信、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。バッターは7番梅野。ジャイアンツこの回追加点を許しています。初球は何で来るか。初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは8番糸原。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。里崎さん、ホームランの後またピンチになってしまいましたが。まあそうですね、ピッチャーピリッとしませんし、変えてもいいかもしれませんね。打ち上げた、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。3対0。ジャイアンツこれ以上離されるわけにはいきません。
抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあ一塁には追加点のランナー、そしてバッターはピッチャーの西。ここはバントに来るようならやりづらいボールを投げたいですね。はい、さあ送ってくるか。ファウルになります。さあ3球目は何か、大きく外れてボールです。2ボール2ストライクです。引っ張った、サード取った、送球する、アウト、ワンアウト。さあそして打席には新庄入っています。さあワンアウトになりましたが、ランナーを得点圏に背負っています。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。落ちるボールです。バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率は6割。引っ張った、サード取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。3対0、接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球わずかに外れてボール。力のあるまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク、打った、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはオマリー入っています。さあ追加点は許したくないところ、ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。初球打った、これは大きな打球、頭上を越えた、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点4対1、ジャイアンツさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。その警戒すべき石峰、打席に入って初球打ち、この打球はフライになっています。今村が抑えています。ワンアウト。さあそしてバッターボックスにはアリアス入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。バッターボックスのアリアス、今シーズンの得点圏打率は5割。打った左中間に大きな打球、これはどうか、フェンス直撃、二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、5対1、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。ちょっと簡単にね、行き過ぎたかなって気がしますね。点が入りました。リードを広げられています。ここで離されたくないですからね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。梅野がバッターを打ちました。大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対1になりました。ジャイアンツなおもピンチです。8番バッター糸原。まあジャイアンツとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。初球打ち、ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。さあバッターボックスには先発の西が入ります。調子自体は悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、これはどうか、ピッチャー取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。
しかしこの回タイガース3点を追加しています。これから6回タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは池田、今シーズン2試合目の登板です。前の登板は敗戦投手になっています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしい。バッター岡本アウト、ワンアウトです。打席には2番バッター真由美、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。ここもファールです。大きく外れました。引っ張った、これはどうだ、レフト前ヒット、これが今シーズン200本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。まず何を投げてくるか、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、打ちました。ショート前に来る、ショート取った、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打席には4番バッターオマリー。まあジャイアンツとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。ワンストライクです。打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターは5番石峰。初球打ち、坂本取って、3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、ぐんぐん打球が入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対1、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には7番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、初球打ち、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。ファウルになります。緩いボール、しっかりと見極めました。この球は低めに決まった、ワンボールツーストライクです。打ちました、坂本一塁送球アウト、ワンアウト。さあ打席には先発の西が入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、これはどうか、センターに抜けました、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10対1、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります、バッター新庄。初球空振りです。2球目打ちました、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、送球する、これで6試合連続安打、ワンアウトランナー三塁二塁。初球は何から入ってくるか、打ちました、取った、一塁送球します、アウト、ツーアウト。バッターは3番八木、今日はホームランを放っています。
タイガースこの回7人目のバッターになります。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。次が2球目大きく外しています。バッターの八木今シーズン得点圏での打率は5割4分7厘ファウルになります。ワンボールツーストライクです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。これから8回タイガー、さあシーズン安打記録まであと1本となりました。しかし今シーズンはよく打ちましたね。ここまで打てるシーズンもそうないと思うので。引っ張った、この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録に並びました。ノーアウトランナー2塁です。まず変化球を見せてきました。打ちました、左中間に強い打球、レフトセンター下がそのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。12対5、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。内へ低めに変化しました。次が3球目高め空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、ファウルです。打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。変化球を打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。打順は7番梅野、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。打ちました、伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンターライナーに倒れています。打った、取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。これから9回タイガース、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。まあそうですね、まあこういう展開ですからね、まああれこれ考えずに目の前のバッターに集中して、まあ一人ずつ確実に抑えていくしかないですね。はい、最後まで集中したピッチング期待しましょう。148キロ、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。高め打ちました、ヒットになった、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。松永ファーストランナーに入ります。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。打ちました、打球はセンターへ、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。2番バッター真由美、今日は盗塁を決めています。ツーアウトになっています。初球打ち、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。12対6、残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあただこういう負け方の方が気持ちの切り替えはしやすいのかもしれません。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。